高山市にある仏壇店。1971年創業の飛騨仏壇興祥館です。店内に入ると馴染みのある絢爛豪華な金仏壇がずらり。しかし3階へ上がると1階とは雰囲気が一転、見慣れない形をした仏壇が並んでいました。こちらはキューブというシリーズの商品。コンパクトなデザインで間接照明が温かい空間を演出します。さらに一番奥にはまるで懐かしのポストを思わせる窓か。部屋の隅にも置けるようにと考えられた円形のデザインです。こうしたモダンな仏壇の製造に乗り出したのが2代目の社長、金松利正さん40歳です。近年仏間がなかったりですね、住宅事情というか納める場所も変わってきてますので、リビングなんかにも置いていただけるようなコンセプトで、コンパクトでモダンにシンプルですので、空きが来ないからとか喜びの声をいただいております。こちらは興祥館の自社工房。それぞれに専門技術を持ったおよそ10人の職人がさまざまな工程を分担して一つの仏壇を作り上げています。生地担当の萩野下さんが質の良い国産の木材をカンナで削っていきます。機械で加工しただけですと微妙にこう隙間とかが出るんですね。なので手でカンナで調整、接地面を平らにする作業をしておりました。うちでは一番若手なんですけども、木工、宮大工さんとかそういう細かい仕事をやった後にうちへ縁がありまして。そして塗り担当の松下さんが漆の木から取った樹液をろ過した木漆を生地にすり込んでいきます。お仏壇というよりはどちらかというと家具何かに使ったりする技法で、木目をこう生かすために何回もこうすり込んで艶を出していくというような、飛騨には結構ある技術ですね。天然の漆をこうすり込んでいくことで本当に生き物みたいな感じで、長く使ってもぬくもりと、あとこの質感ですね、それが変わらずずっと使っていただけるというものなので、そこは本当にもう妥協しずに作らせていただいてます。かつては金仏壇のみを販売していた興祥館、製造も一部の工程だけを自社で行い、多くを外注の職人に任せていました。そうした中、2002年に父親から社長の座を継いだ金松さんは、なぜ職人を集めモダンな仏壇を作ることを考えたのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。10年近く前からよく新聞なんかで報道されているように、業界の今ですと7割8割ぐらいが海外生産のものにシフトされてまして、化学破壊が起こったり粗悪なものというか材質の劣化したものを流通にすごくこう多く載せちゃってるみたいな風になりましたね。私どもは工場がありますので、やはりもう一回原点に戻って素材のいいもの、特に高山飛騨っていうのは木材に恵まれてますので、そういった材料を使って伝統技法の漆塗りだとか、そういう天然のものを使って後世に残していく、ぬくもりのあるお仏壇を作りたいなってことで、消費者の目線考えて自分の会社、自分たちでできることは何だろうって問い出した時に、僕の同級生とか周りお客さん見てると、やはり仏間がなくなってきてますし、住宅事情に合わせてモダンでおしゃれというかコンパクトで本当にこだわったものってものを作っていけば、きっとお客様に支持していただけるのかなと思って。再び自社工房。
金箔担当の職人2人が丁寧に金箔を貼り付けていたのは仏壇にはない何やら大きな部品。お寺様の本堂の空殿といわれるこう屋根の部分の修繕修復になります。うちの会社の中でどうしてもこの一つの分野だけやってるとどうしてもそれが当たり前になっていくんで、多岐にわたるようなことを挑戦した方が、まあ、モチベーションも上がっていくかなっていう狙いもありますね。交渉館では神輿や獅子頭など神事に使われるものの修復や製造も積極的に行っているのです。飛騨はまあものづくりということもあったり、あと祭りが盛んであったり、仏教もまあ信仰も厚いので、そういったまあ地域の文化を大事にして、まあ先人から受け継がれている技術も残していきたいなと、思いを伝えるお手伝いというか、そういうまあ心の拠り所になるようなものを心を込めて商品という形に変えていきたいなと思っております。核家族化の進行や仏間がない家が増えるなど、日本人のライフスタイルや住宅事情が変化してきたことで、仏壇業界を取り巻く環境は厳しい状況となっています。また仏壇や仏具は日本古来の伝統的なものですが、安価な海外からの輸入品に押され、国内で生産される製品や職人による匠の技が失われつつあるのが現状です。ご覧いただいた金松社長は、匠の技や伝統工芸の魅力を強みとして、モダンな仏壇を開発しお祭り用品にも取り組んだことから、会社の規模や業績を向上させました。柔軟な発想で環境の変化に立ち向かい、消費者のニーズにマッチした新商品を開発し、新しい分野にも挑戦したことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。